勘弁しろよ。なあ、このままここで塔が崩されてただ食われるのを待つしかねえのか。もう何かやることはねえのかよ。くそくそ、こんな任務も中途半端なまんま全滅なんて。私も戦いたい。何か武器があればいいのに。そしたら一緒に戦って死ねるのに。クリスタ、お前まだそんなこと言ってんのかよ。彼らの死を利用するな。あの上官たちはお前の自殺の口実になるために死んだんじゃねえよ。お前はいつもどうやって死んだら褒めてもらえるかばっかり考えてただろ。違う、私は。クリスタ、こんな話もう忘れたかもしんねえけど、多分これが最後になるから。思い出してくれ、雪山の訓練の時にした約束を。あの時か。エレンたちと捜索に行こうとしたんだけど、みんな無事に戻ってきたんだったっけ。雪山での訓練中に倒れたダズを私が親切にも崖から下ろして基地に届けてやった時の話だ。あの時お前は私に聞いたよな、どうやって崖から下ろしたのかって。さ、私はそれにこう答えた。教えてやってもいいが、その時はお前も元の名前を名乗って生きろと。ユミル、一体何をするつもりなの？コニー、ナイフを貸してくれ。ほらよ、何に使うんだよそれ。ありがとよ。まあそりゃ戦うんだよこれで。ユミル、何するつもりだ？さあな、自分でもよくわからん。クリスタ、これはただの私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。知ってたのか、ユミルが巨
巨人だったって。知らなかった。いつも近くにいたのに。こんな、ヒムルは何か巨人の力を知ってた風だぞ。こいつはどっちなんだ。どっちって、ユミルが人類の敵かもしれないっていうの。やるよ。どっち。始末してやる。ほらよ。こんな力持ってんだのにな。何考えてんのか分かったもんじゃねえよ。ユミル。の人の幸せのために死んであげた。でもその時に心から誓ったことがある。もし生まれ変わることができたら、今度は自分のためだけに生きたいと。好きだ。巨人の力を自分一人で逃げるために使うこともできたはず。なのに今そうしないのは、私たちを命がけで守ろうとしてるから。このままだとまずいぞ。ユミルのやつやられちまうんじゃねえか。死ぬなユミル。壊しやがった。いいぞユミル。すごい。厳しい状況で君は本当によく持ちこたえてくれたよ。しっかり頼むぜ。一緒に行かせて。あ、救援要請。怖いけどほっとけないし。ありがとう。
に接近中。こちらに迫っています。拠点はここだね。しっかり頼むぜ。私も行くよ。よろしくだ。しっかり頼むぜ。新人のみんな、すまないけど今日ばかりは君たちと遊んでる暇はないんだ。拠点は頼んだ。拠点を作ってくれ。始末してやる。今助けるぞ。分かった。片付けよう。よろしくな。よっしゃ。しっかり頼むぜ。ええ。はっ。こんなもんか。相手になるよ。これで大丈夫だな。今のうちに絶対するんだ。ありがとうな、エレン。恩に切れて。拠点はここ。総員襲撃に備えろ。敵の増援が向かってきているぞ。やるよ、エレン。よろしくな。分かった。こんなもんか。片付けよう。ライナ、ここは僕に任せてくれ。任せて。今にしてやる。あら、救援要請か。よし、俺もやってやる。ちょっと、あんたは攻撃しなくていいから。うまくいったぞ、ライナー。今のうちに逃げるんだ。助かったぜ、アルミ。ありがとな。拠点はここだね。くっそ、倒しても次から次へと湧いてきやがる。拠点は頼んだ。よし、今助けてやるぞ。いい調子だね。一体どこからこんな数の巨人が現れたっていうんだ。考えるのは後だよ、アルミ。今は目の前の巨人を倒すことに集中しろ。キャー。しっかり頼むぜ。巨人の群れがウトガルド城跡に接近しています。拠点を作ってくれ。また別の巨人の群れが接近中です。ここが踏ん張りどころだ。人類の底力を見せてやれ。よろしくな。了解。アルミ、しっかり頼むぜ。クリスタ、今助ける。はい、やるよ。今のうちやる。よっと、よろしくな。了解。やるよ。頼みます。さあ早く行って、クリスタ。あとは私が何とかする。ミカサ、ありがとう。助かったよ。拠点は頼んだ。
よし、やってやるぞ。調査兵団の力、思い知ってもらう。自慢してやる。さあ、さあ、相手になるよ。味方、しっかり頼むぜ。助け出さなくては。ミカサ、君の力頼りにしているからね。自慢してやる。止まる。こんなもんか。あなたは無理しなくていい。私があなたの分まで戦う。いちいち心配しすぎだ、ミカサ。俺だって戦える。次だ。なあ。よっと。これでもう大丈夫だろう。助かりました。もうダメかと。片付けよう。次だ。はよっと。周辺の巨人討伐完了しました。よし、窮地は脱したね。クリスタン、ここで何が起きたのか教えてくれるかい。私の名前、ヒストリアっていうの。